ゆうちゃん、今日お昼こっち来れないの？サイダさん、だったら意地悪するのはやめてあげてください。じゃあ放課後にな、コタロ。さあ、じゃちょっと早いけど、そろそろお昼に。って、ああ、こりゃこりゃ、こっちのでかい方がリュウちゃんのだよな。ああ、自分がリュウちゃんとこに弁当を届けに行くってか。あれも行くじゃん。さて、そんじゃリュウちゃんとこまでお使いよろしく。はい、首から下げて。気をつけてな。一人で行かせるのはやっぱちょっと心配だよな。あ、あれは、つうか未練がましく思い出してねえで、さっさと忘れた方が。はい、一本釣り。うわ、バカだ、あいつバカだよ。なんだこの小さい生き物。おい待て、そこの女子。え、これはもしかして初めてのお使い。こと自分で似たとこ行く。ごめんなさい、余計なお世話でした。いや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 、そこは連れてってもらっとけよ。引き受けてくれたらこの写真あげるよ。クソ、あの半目野郎、めちゃくちゃ出してよ、チキショウ。あ、いや、なんか弁当忘れてきちゃったみたいでさ、確か朝持って出た記憶はあるから。お弁当忘れちゃったならよかったら私の食べて、今ダイエット中だから。え、飯なら俺なんか分けてやるって。よかったな、友情に熱いクラスメートどもで。リュウちゃんに小太郎が弁当持ってったことを伝えた方がよかったかな。じゃあまあいっかな。そいつがシェアハピシェアハピって聞かれて。わあれ、てかなんでこんなとこにガキが。ほら、中身はこぼれてないから心配すんな。ほら、これでいいだろ。おめちゃあがと。しょうがねえな、ガキがこっち来るから恥をね。できた。おい鹿島、なんかちっちゃいのが来てるけど。え、小太郎、どうしたんだ小太郎。みっちゃん、おめと。え、ちょっとだけ嘘をつくのは許してくれよな。だってこんなに嬉しいのに、このお弁当食べない方が嘘つきだ。食いすぎて死ぬなよ、骨は拾ってやるぞ。まあ、とりあえずユキの恋敵はあの弟くんっぽいね。頑張っ、違う違うから。うん、美味しいな。うん、よかったじゃねえか。って、あんた誰。私も大変感動しました。 R15 スプラッタ。いや、でも小太郎を置いていけないし。うん、すみません、遅くならないようにしますから。小太郎は才川さんと一緒に留守番です。小太郎、なるべく早く帰ってくるから、才川さんの言うこと聞いてちゃんといい子で待ってろよ。